します。アシュさんデートしたい。ちょっとついてきて。ちょ、わかった。やばい戦法に来た。まあでもそれで殺されたとしても大丈夫。うん、ターゲットが。ちょっとデート現場見ますか。あ、筋肉が。グーメー。あ、ねえわ。うんち。白。お。これはなかなか見つかんない気がする。お、藤宮さんいいぞ。藤宮さんいいぞ。いいぞ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 。かっこいいぞ。かっこいいぞ。え？あれ？何？なんだと？うわ、おきさん。悲鳴が今。殺人事件が起きました。殺人事件ですね。息を戻る。はい。ちょうど下は来てないと思うんですけど。左も来てない。右ですね。右か。右最後僕まあ治る直前までアドミン見てて、シールド1、ストレージ1がついてたと思います。最後。いや、まあボタン押す5秒以上前ぐらいですね。あー、はい、ストレージ9やって最終位置ロアなので、ストレージは私かもしれません。シールドは LG です。リアクターの時にシールドのタスクやった後に最終的にコミュニケーションのローカーのところぐらいかな。ストレージ入るか入らないかぐらいです。うん、リアクターにもサントスさんが来てないなら僕目線は、うん、LG さんが一番濃厚かなと思います。アッパーエンジンからリアクター向かった人っていらっしゃいますか？はい、夏目先生か。夏目がもうほぼ最速で左ポンと入って、うん、十字路待機で足湯さんと一緒にリアクターを押しました。はい、足湯は下から行きました。ストレージ側からアドミじゃあ多分ほぼほぼ右側でやっぱり死んでるんでしょうね。うん、上でワンチャン殺されてる可能性はあるかもしれないけど。初動左が夏目さんだけですか？最初は LG さんが来て、うんうん、でなんか夏目が怖かったのあれ。なんかね、なんか怖がって出て行っちゃって、なんか二人きりちょっと二人きり大丈夫かなと思って帰りましたね、僕は。ああ、でしたると言ったらストレージに助かなかったんでシールド行ったっていう流れです、僕は。現です。右の浮き位置がじゃあ結局今 LG さんしかおられないんです。右そんなにいなかったんですか？僕はアドミ見た時はシールドしかついてなかったです。右側ちょっとあれでしょ。はい、初動の話ですね、初動の話。下が僕見たのは青、黄色、黄緑。はい。オレンジ紫も下でした。はい、オレンジ紫の下。デンさんの下です。はい、黒も。下めっちゃ多かったですね。そんなに下いた？多分再選考してたのが坂野さんだと思います。エレクトリカルでは。そうですね。私その次ぐらいだったと思います。あ、めっちゃ入る。AD さんが私左行ったのを思い出せることか。うむ。まあでももうこのタイミングだと遅いね。このタイミングで言うと説得力がかなり欠けるから。いやー、やっぱ初手左はクソだわ。一応なんかサイクロ1ということだったので押しました。一応 LG の希望としてはもうちょっと初動の人の動きを洗ってほしいって感じです。もう洗ったんじゃない？あれ、下側もジゲルトの話でしょ。魚からいきますが、はい、僕下行って、はい、多分エレクトリカル一番最初に入ったの僕だと思うんですけど、はい、誰だっけ、藤宮さんが最初にいたんだっけ、近くに。僕はそうです、ストレージの配線ら辺にいました。そうだよね。で、その後僕エレクトリカル行って、エレクトリカルのタスクを1個やるぐらいのタイミングで、ゲンさんが入ってきて、リンネさんが右側で視認できない位置にいたっていう状況ですね。で、その状態リアクターになったので、坂野さんとリンネさんで行かれました。そう、ロアエンジンから、向こうに向かったっていう形です。頼みました。はい。もう隠しろなの、その辺の隠しろの人いますか？お互い隠しろみたいな、坂野さんとリネさんみたいな視点だったら足湯さんがだいぶ白い。下ルートに行ってる人たちがそんなにいるんだったら、下ルートから来た足湯さんが殺してた場合、うん、死体を見つける可能性がとても高いと思うので、うん、足湯さんがだいぶ白いです。うん、下組は夏目先生もあとあれじゃないですか、一回右に戻る時間ないから結構厳しいんじゃないですか。最初は LG さんも合ってるんですよ。初動左に行ってるのは見ました、確かに夏目先生が。だから右だったら無理
とは言えるかな。で、リアクターもだいぶ早ついたんで。リンさんとかリンネさんとか魚さんとかその辺、確証が。私視点だと、魚さんとリンネさんはセットでリアクター方面に行かれたので、この2人の犯行はほぼほぼになっていいかなって思ってます。はいはい、ただ、2人目線でゲンが多分一応できるぐらいの気になっちゃうかな。まあ、残っていらっしゃいましたね。1人行動はしていましたので。うんでもさ、私がキルできるとしたら、まあ、左側のどっかになるわけですが、うん、そこにそのトスさんはいないと思うんですけどねっていう感じ。2人お互い隠しろですか、魚さんとリネさん。エレクトリカル、あ、リアクター鳴ってる間に行動しておりました。はい。右キルって話なんですけど、右にサントスさんが行ったのは誰も目撃してないんですよね。そうですね。僕視点だと、それだと右じゃないどっかで死んでるのかなって思っちゃうかな。あ、でも初動は間違いなく右じゃないですか、その見てない左。下ではない。多分、レジさんも終えるのって、もう、藤宮さんがボタンを押す直前に切ったぐらいじゃないですか。あ、そう、それとかの死体だと思います。また別の場所の死体も一応。はい。はい、ちょっとずつして、情報が。まあ、そうなんでね、レジさんが一番推理を進めるべきかな。まあ、見てないか、動機ずれだったっけ。はい、まあタスク2個ぐらいやって程よいところと思いまして押しました。私の動きですけれども、ストレージの配線タスクやったかあれですけど、アドミンで、タスクをやり、で先端さんがストレージ給油するのを確認してます。で、それぐらいでリアクターが鳴り、私も給油して向かおうと思って先端さんの後ろを追いかけて。最終ロアエンジンという形なので、私目線先端さんはキル不可能っていうような位置取りです。先端さん目線ゾンケさんは？わかんない。ですよね。うん、わかんないと思います。うん、先端さんが給油してるのを私は確認しておりっていうので、はいはいはい、それぐらいなので、逆からは白は出せないと思います。藤宮さんはどうなんですか？僕はまあ全然ありえますよ。カフェで。まあ、死体消してるんで、実際。金山舞子さん、ありがとうございます。死体消してるんで。あ、そうか、そうですね。まあ、いくらでも、やりようはある。そうそうそう。あんまり細かく詰めるんですよ。ゲンさんの最終位置って、どこでしたっけ？ゲンは、エレクトリカルを、魚さんとリンネさん出た後に、エレクトリカル出て、リアクター方面行ったと思います。だから、ロアぐらいかな。まあ、ロアぐらいだったら、あれ、でも、ソニキさんの前にいるのか、後ろにいるのかがちょっと気になって。すみません、ちょっと記憶はもう曖昧です。何かストレージなんですよね。じゃあ、いやあれかな、いや、最終位置ロアまで行ってます。藤宮さんが、アドミン見てたタイミングで私はおそらく給油をやっており、先端さんの後ろを追っかけるような形で最終位置ロアだと思うので。ゲンさん多分ね、サントスさんがよっぽど動き、なんか噛み合った動きしてないと殺せないと思います。エレクトリカルに入ってゲンさんがいて、そこで殺したか、もしくはメッドベイで入ってきてゲンさんが、なんだろう、ベント使って殺したとかしか結構成立しないから。アドミンの情報はどれくらいだろうかね。アドミンで僕はボタンを押す直前にストレージ1シールド1を確認して押したので、あ、じゃあメッドベイはついてなかったんですね。メッドベイは見てないです。ストレージがゾニキが給油してるタイミング、まあ、右側はシールドしかなかった。エレクトリカルにそのタイミングついてる。死んでるならこの字とかそういうことってことですかね。まあ予想としては僕エレジーさんって結局ストレージシールドって言ったんですよね。あ、ストレージシールドです。はいはいはい。藤宮さんかエレジーさんにいるは確かに濃厚だね。あ、それはあるね。ちょっと相方が左に行ってるから、右の一偽装のアドミン情報を出してボタンか、 LG さんが侵入してるけど情報出さないか。お疲れ様です。藤宮さんがロアエンジンとエレクトリカル前の扉の前あたりで、死んでました。ロアとエレクトリカルの扉の前ってどっち側の扉？右側だね。弁当側の近くの扉のところあたりからの外側ですか？中ですか？エレクトリカル側の方だから、まあ、右側。そうそう、つろつろ。つろ、まあ、だから多分、アドミンの方に入らないです、ね。多分映んないと思う。入らない、はい。で、魚さんのセルフがないことは、私が証明します。セキュリティから、はい、立ってから一緒に発見していて、死体が転がっているので、魚さんのセルフはありません。ゾンビキさん、下から来なかった？あ、いや、いいですか、上から、セキュリティから一緒にいましたよ。ちょっと、割っていいですか？はい、はい、どうぞ。はい、あのロアエンジンの弁当 LG さんが出てくるのを見ました。いや、僕は見てないっすね。わ僕は見てないっすね。見てない。ちょっと分かんない。そのクルーは藤宮さん近くにおったんで LG さんかなっていうふうに思ってます。
え、足湯さん、ロア来ました？あ、その、右の廊下で見てました。ぴょんって、僕多分、ま、普通にすれ違ってそのままぴゅって出てきたんで、あ、と思って。ちょっと僕はわかんないっすね。まあ、はい、あの、まあ、一応リアクター終わってから下行ったのは確かなんですけど、LG は、その後普通に通り抜けて、で、むしろ足湯さんの方が後に出てた気も僕はするけど、まあ、で、最終的には、この字ぐらいですね、最終位置。エレジーさんの目線で、藤宮さんが容疑者候補だと僕は思ってたんですけど、最初の殺しができるのって、どなたになりますか、ドニキさんぐらいしかいない。エレジー目線で、そもそも追ってるのが、藤宮さんが死体消したか、もしくは、死体が右じゃない説とかも一応追ってて、まあ、僕目線だと、一応、まあ、結構容疑者いっぱい。NG さん目線だったらもうそもそも足湯さんが確定な、なんかそう足湯さんがなんか僕になすってるので足湯さんプラスあと1ででも足湯さんちょっとる無理なんですよ、夏目先生的には。だからもう足湯さんプラス誰かかなぐらいのイメージですね。絞れてレジさんしかいないと思っちゃう。まあ僕はスキップをしますけど、あ、今のキルがレジさんでいいんですよね。一応ボタンを押そうとしてたの見ました、オンツの最中に、うん、はい、あ、レジさんの白を取れるんじゃない。お疲れ様でーす。お疲れ様です。藤宮さん、目撃されたからナイスな死でしたね。そうですね、もう、エレジーさんにつきまとってたんで。まあ、エレジーさんと藤宮さんに一郎いるのかなと思ってたから。そうそう。あ、押してくれるんだ。はい、ないとは思うんですけど、うん、ちょっと一応、ケアで切るんやったらと思いまして、押しました。今の切るの犯人はエレジーさんでいいんですよね。あ、うん、僕はそれでいいと思いますけどね。あ、じゃあ、うん、そもそもエレジーさんと足湯さんのつながりってもうほぼなくなったと思っているので、うん、はい、うん、いや、なんかアリバイ出そうかと思いましたけど、出す必要ないんだったら、まあ、一応出しておきますか。足湯さんの見間違いを追いますか。はい、あのエレジーさんじゃない人物が弁当を使ったという、うん、ん、確実なんでしょう、足湯さん。もう間違いなく確実ですね。あ、もう出てくるとこ見て、はい、絶対なんでしょう、それが絶対です、絶対です、はい、はい、うん、一応、作家側なんですけど、あとね、はい、多分相方じゃなさそうな、エレジーさんだとインポスター持ってるんですけど、相方じゃなさそうなのがゾニキさんかなと思いました。はい、エレジーさんを殺してるのであれば、ゾニキさんが殺してないことになるので、僕殺しって結構余裕できると思うので、できますね、ぐらいかな。あ、死体を見た瞬間に、魚さんって、はい、リアクターでロングタスクをやってるときに、魚さんがちらちらと確認するようなムーブをされて、セキュリティにおられるのも確認して、O2 が鳴ったので、なんだろう、孤立するのが嫌だったんで、魚さんとちょっと一緒に行動しようかなと思った矢先に、ロアの近くで死体発見っていうところなので、私がインポスターであるのであれば、そこでキルして O2 に向かうのが、まあ、合理的かなと思うので、っていう感じで。あ、魚の結論としては、サントスさんと藤宮さん殺しは LG さんだと思うので、他の容疑者がほぼ洗えないかなって感じで、今日終わるそうですと思ってます。うん、はい、で僕それやったら足湯も白置きしてもらうって感じでいいですかね。確かに確かに、あ、間違いない、足湯さんがこの盤面一番白いと思う。はい、はい、ありがとうございます。いや、わかんないですけどね。あ、そう、見えないで断面を見たわ。現でちょっと気にかかるのが、エレジーさんがまあインポスターなら確定だとしても、なんで藤宮さんキルしたんですかね。まあ、それは確かに、だからこれエレジさんっぽいっていうのがイベントで剣で確定って言われたんですけど、なんか相方がキルした、嘘、もうなんか殺しちゃったんだと思います。ベント目撃されたとか、いや、目の前にからもう殺す。あ、待った、あ、まあいいや、次に話す。藤宮さんのナイスまとわりつきでしたね。そうですね。もうクルーとして多分一番強い動き。釣らないなら、まあ、ペアぐらいかなと思ってたんで、もうセルフで。そうかな。うん。はい。死体位置とその弁当の関係、うん、をちょっと考えたくて。はい、足湯さんがその弁当見たのはどこなんですかね。ロアエンジンです。ロアエンジンのどこで見ましたか。ロアエンジンから出てきました。僕が見たのは、ロアエンジンから右の廊下に入りかかるところで、エレジーさんがスパンで出てきました。で、どこから見てましたか。右側です。通路から見てた。通路から、はい。
で、その後ストレージ行きましたよね。そうですね。で、その後じゃあエリジさん戻ってキルしたって感じなんですかね。そうですね。リアクターの場に死体があったと思うんですよ。はい。はい、十字路のとこに、僕最初カメラ見ててエレジーさんが十字路に立ってて、でリアクター入っていって辻宮さんもその辺でおったんですよ、十字路付近に、うん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 、で下に降りていって、で僕はそのままストレージ抜ける間に、ベントから出てきたのを発見してやばいと思って逃げる形になったんで、藤宮さん自体置いてきてる状態ですね最初。あー、なるほど。はい。足湯さんがストレージで閉じ込められてた時に壁に張り付いて青をしてたのって、あ、そうそう、僕夏目先生にううやばいやばいっつってやってました。あれ夏目にダンス返してくれてんのかな、優しい。まあダンスも返しましたよ、上で。ああ、はい、見ました、それをあの、うん、文字で見ました。あ、おお優しいと思ったらそういうことね。はい。そんなんやっといてくださいよ。死のはい、そんまあそれぐらいですかね、足湯の情報的には。まあ、エリジさん僕の方が切りたかったんじゃないかなっていうのは思ってます、うんうん、切れなかったから、はい、うん、藤宮さんは、ね、ベント目撃されたからっていうのが一番分かりやすいかもしれないですね。手飾ろうえなかった、誰でもいいから殺したかっただと思う、うんうんうん、ちょっと考えたのは、あの、うん、相方の切るとそのベントが重なっちゃったのかなと思ったんですけど、うん、まあ、あ、できそうですかね、うん、岡田さんのセリフはないないです、はい、ですし、うん、うん、うむ、まあ藤宮さん指定は、うん、誰かまだ分かってないみたいな感じですね。まあでも死体がメッドベイとなると、うん、夏目エレジーが結構濃いのかなって、うん、あ、初動左ってことっすよね、つまり。これやば、これやば、あ、お、出た。はい、うわー、いいね、あー、熱く終わりました。ありがとうございます、ありがとうございます、素晴らしい、素晴らしい。多分残り全部自分ですよね。いや、残りだね。いや、夏目だね。僕と夏目先生はマジで助けてないっす。マジで助けてない。ダンス時間が、ダンス時間が非常に多い方があるから、ね、ダンスの分が遅れてるのかと思います。ごめんなさい。ちょっと言ってました、二人で。タスク、頑張ります。タスク、頑張りましょう。やりなさいよ、あなたたち。カウンターで無視でいいね。無視するよ。夏目のセンターは、その後無視しよう。で、皆さんが言ってください。はい、わかりました。はい、わかりました。いや、僕でもゲンさんが言ってくださってたんで、見たかったな、あれ見れて。ゲンさん大丈夫ですか？カメラ結構長い間見てもらいましたけど、タスク大丈夫というのは、あ、私も終わりました。あ、ゲンさんはね、ゲンさん初動めちゃめちゃ違った。あ、なるほど。あ、その分私序盤にたあのサボタージュが無視してるんですいません。あ、わかりました。役割分担とか。これはもう確か一つぐらいです。おお。素晴らしい。嬉しそう。タスク早くて嬉しそう。じゃあ幽霊でタスクします。アシュさんデートしたい。ちょっとついてきて。ちょっとわかった。殺された、殺された。やばい戦法に来た。まあでもそれで殺されたとしても大丈夫。うん、ターゲットが。ちょっとデート現場見ますか。あ、筋肉が。SP が、SP が、SP がデートの邪魔をするか。SP 筋肉 SP が。人間です。さてさて、これ強いな。まあでもそこ2人立つなら O2 が、まあまあ、ああ、魚さんが気候に走っている。出た。やばい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 。ああ、センターさん、タスクか。お、出て。これ死んだね。これ死んだ。ああ、でもカメラついてるから。あ、見えてますよ。あ、そこ見えない。そこギリ見えない。
あ、ここ、あ、見えないですか。ここまで見えない。あの、ここから見えます。あ、本当だ。そうなんですか。ギリギリ見えない。そう、ちょうど見えないところを殺しました。ただ、しぶき見えたかもしれない。ああ。しぶきは見えたか。血が。うん。まあでも、あ、SP が。SP。筋肉 SP。はい、夏目先生が足湯さんを切ってるのを不思議をギリギリ見ました。セキュリティのカメラで。おいしかった。おー、魚さんね。え、何？あのさ、カメテリア左上、何の用事か。見た、僕も。タスクをやってました。窓拭いてた。殺してやろうと思ったら、左上。足湯さんが近くに。足湯さん死んでんじゃん。そう。左上で殺してやろうって思ったらさ、魚さんいるんだもん、上にさ。まさかのまさかの魚さんがいて、殺せねえじゃんってな。窓拭き助けあるから俺。こういうケアされて、ケアされてる。ダンスだの、窓拭きだの。タスク、僕が全部、ほぼ全部僕だったのか。確かに。ゲージに嘘つきだった。いやーごめんなさい、ライブ全然申し訳ない。お疲れ様でーす。ごめんリチーさん、ごめんなさい。あの間違えた人をベント見られて、しかも間違えた人を切るという大バカやあ、僕狙ってたわけじゃないですね。あ、狙ったわけじゃないです。あの、はい、隠れて、あの、なんか、あの、適当な人殺してスッと行こうかなって、その後、ゾニキさんか藤宮さんと殴り合ってローラーしようかなって思ったんですよ。夏目先生の初手キル持ってけそうだったんで、うんうん、いいですね。しようと思ったら、ちなみに初手切る夏目です。あ、そうです。メッドベイですもん。あらら、メッドベイで。あ、そうなんだ。で、僕はリアクターが鳴った時に右から来る人殺そうと思ってシールドで待ってたら誰も来なかったっていう感じでした。